このところで韓国バブコリアンバブについてお話したいと思うんですけどもえっ、ー、とまあ、えー、韓国人今のところ、えー、と日本に多い外国人として2番目ですね中国について2番目でまあもうすぐベトナムに抜かれるっていうふうに言われてるんですけどもそれでも韓国人の人が結構多いとで韓国人女性まあ日本人もなんかオルジャメイクとか流やって結構韓国人っぽい顔してるようなまあもともとそんなに顔も ね、と,とんでもなく違いはないですしあの、そういうメイクする日本人が多いとどれ、どれが韓国人か分からないような、僕も結構あの勘違いがあったりするんですけども、も、まあ、韓国人は男性の方が、まあ、多いと思いますが、女性もいます、で韓国パブで働いている人もいます。で韓国パブは、まあ、外国人パブの一つなんですけども、も、えー、フィリピンパブのようなノリで行っちゃうと、ちょっと片透かしかなというところですね。というのも あんまりおさわりとかそういうのは期待しない方がいいですね。で、持ち帰りとかそういったこともあんまり良くないあ、できないかなというところですね。まあ、純粋に韓国のこと話したいとか、まあ、あの、お店の外で会えるようになったらまた一歩進んでね、そういったその交際まで行くってこともあると思うんですけども、そんなに期待できないかなという感じですね。やっぱりあの、出稼ぎに来てるっていうことが多かったりとかするのと、あとはま、在日というか、えっ、ー、と、日本に身内がいたりするっていうことでいるということが理由だと思うので、 まあそういった感じで,す、ね、でえー、とまあ韓国語自体なんですけど、えー、とそんなに難しい言語ではないんですよねで、まあ、ことあの読み書きなんかは特にあのハングル文字がとっつきにくいっていうのはあるんですけども覚えちゃえばそんなに難しくないシンプルだというところもあるのでえー、と韓国語をパン韓国 パブ通いながら韓国語を学ぶというのも面白いかなと思いますね。その中で、まあ、好みの女性がいて、デートにこぎければ、またそれもよしという形なので、えー、そういった韓国パブの楽しみ方もあるのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、韓国も含めて移住したいという人が結構いるんですけど、あのやっぱり現地での仕事、安定収入というのが問題になっています。で えー、それを、えっ、ー、と、オウンドメディア、自分のブログで解決しましょうというのが、僕が無料のメルマガで発信している、ブログ作成代行サービスというもので、えっ、ー、と、稼げる状態になったブログ、えっ、ー、と、なかなかブログをやっても、稼げない、続かないという人が多いので、稼げる状態になったブログを作ってお渡ししますというのをやっています。で、それを一緒に育てて5万円、月5万円、月10万円って増やしていきましょうという日本で唯一のサービスになってますので、まあ、韓国への移住とか、あとはそういった、その、えー、独立して二度と雇われたくないということに、本気のあなたはぜひ利用していただければと。 ありがとうございます。